久しぶりに楽しい時間でした。でもそろそろ終わりにしましょう。初代聖女は妖魔の長である夜の君を倒しました。しかしその時に世界に撒き散らされた青い血に触れた者は夜にうごめく邪妖となってしまったのです。以来この地は夜を奪われた夜のない国となりました。私たち教皇庁はこの世界の均衡を守り抜いてきたのです。一刻も早く時の花嫁を捧げなくてはなりません。ああ、時の花嫁を捧げてはいけません。時の花嫁の力を得た月の女王は永遠の夜をもたらす力を手に入れてしまう。永遠の夜、それは全てが夢の中に包まれ誰も目覚めることのない常世の世界。残念だがその痛みは消えない。これから血の渇きに苦しむことになるだろう。